しています。レディオスマイル、レディオスマイル、レディオスマイル、レディオスマイル。ミヤノマモルのレディオスマイル。ミヤノマモルのレディオスマイル。皆さんこんばんは、宮野真守です。さあ今週も始まりました、宮野真守のレディオスマイル。今日は14日土曜、来週の18日水曜日にライブブルーレイ &DVD アメイジングが発売になります。はーい、ねえ、ツアーのねジェネレーティングがスタートする前に、直前にこのアメイジングが発売になる。ぜひ皆さんこちらのアメイジングでライブのお勉強を傾向と対策をしていただきたいな。まあそれは冗談として、本当にあのアメイジングというツアーもね素晴らしいツアーだったんですよ。それを皆さんにね、あの映像作品としてお届けできるこの瞬間とても嬉しく思いますので、ぜひ皆さんね、もし、見てくれたら結構ね、速攻でこうあの感想を送ってきてくれると、まあいい感じに読めるんじゃないかなんて思ってますので、はい、ちょっとよろしくお願いしますそんなこんなんで、ツアーのねジェネレーティングのスタートまでもうね、もうすぐなんでございますよ。23日だもんね、北海道からスタートしますので、そちらの方もね、頑張っていきたいなと思っておりますので、楽しみにしておいてください。で今週もですね、いろんなメッセージが届いて、本当素敵なメールたくさん来ましたので、いけるところまで紹介していきたいな。本当なんかね、みんなメール面白いよねみんな面白いんだよメール。はい、読んでいきたいな。はい、よろしくお願いします。この番組の、メールアドレスは、mamo@joqr.net、mamo@joqr.net です。皆さんたくさん送ってくださいね。それでは今週も行ってみましょう。宮野真守のレディオスマイル。さあ、それでは今週も皆さんからのお便りをたくさん読んでいきたいと思うのです。ほっこりのコーナーに行きたいと思います。マモラジネーム。ん?これなんて読めばいいんだ?マヤキイカさんかな?アイダヤキイカ。ハザマヤキイカ。あるのかな?そういう言葉。イカさんからいただきました。ありがとうございます。マモちゃん、マモ版は、マモ版は。私の妹の話です。うんうん。先日、妹が次の日の時間割を見ながら母に、明日の体育の時間に石鹸がいるから石鹸ない?と聞いていました。うちには石鹸の在庫がもうなかったので、在庫って。なかったので、母と一緒に石鹸を買いに行ったそうです。うん。次の日、石鹸を持って体育の授業に行きました。すると、誰一人石鹸を手にしておらず、みんなが持っていたのは、ゼッケンでした。これいいね、ベタでいいね妹は黒板の持ってくるもののところに書いてあったゼッケンという文字を自分のノートに書き写すときに濁点が見えず石鹸と書いてしまったそうです。妹は石鹸を持って授業に参加するのは恥ずかしかったので、体育館シューズ入れの中にそっとしまっておいたそうです説明これ見つかった日には大変だからねいるから絶対クラスに。え?お前何石鹸持ってきとん?ちゃうで?今日必要なゼッケンやで?言ってお前それどうすん?その石鹸この体操着の上に貼っ付けとくか?滑って無理やな!ははははははって言われて、うわ。ほんならどないする?なんで関西弁?いや、参考にする人がいるんじゃない?身の周りに俺の。そう。関西のモチーフにしてるっていう意味じゃなくて。
僕の身の回りにね、多分いるんじゃないかなって。柴田さんがめっちゃ、あいつかな、みたいな。ほんならその石鹸で文字書くか、名前。白くて見えへんな、はっ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 て。泡立ってまうしな、って言って。そりゃそっとしまうわな。あいつにバレた日には大変だから気をつけてくださいね皆さん、石鹸と石鹸にはそういう間違えてね、いろいろあるもんね。いやでもほっこりさせていただきましたあーよかった、バレずに。もうすってしまったんだろうね。石鹸忘れた方がまだいいもんね。石鹸持ってきたのがバレるよりあーかわいい妹ちゃん、天然なんだねさあ、そして、なんかね、まあ、先週いろいろこうね、公式 YouTube とか Facebook とか、始まったりして、メール来ました。ラジスマネーム、あやかさんからいただきました。ありがとう。マムちゃん、マモこんばんは。マモこんばんは。公式 YouTube と Facebook が始まってびっくりしました。うん、俺もびっくりした。ライブや Facebook を通して感じたのですが、マモちゃんのファンは日本のみならず、韓国、中国などアジア圏のファンもたくさんいらっしゃいますね、と。これでもっとワールドワイドにマモちゃんの魅力が広まっていけますね。それでは寒くなってきてライブも近いですし、お体にはお気をつけください、と。そうなの。僕もびっくりしちゃった。もうすぐ、なんかみんなからのコメントが寄せられて、その中には海外のファンの皆様からのコメントがたーくさんあって、びっくりしちゃった。超嬉しかった。こんなにも見てもらえてるんだってことが分かったし。やっぱ Facebook とかになると、よりこう海外に発信できるんですか、情報が。海外の人が見れるって言って喜んでくれて、あ、やってよかったなーって思って。うん。いいねって思った。自分に対して。自分に対してもいいねを押したよね。心のいいねを。絶対 Facebook のこと分かってないよね、俺。押したんだもんだって、俺。心のいいねを。自分にだよ。いいねって。深いみたいに言うなって。深いねっつって。ねえ、だからね、たくさんの人にね、見てもらえると嬉しいな。よろしくお願いします。あ、こんなメールも来ておりました。ラジオネーム、たまマジックさんからいただきました。もじゃ、マモ版は、マモ版は。そういえば、なんでマモ版はなんだろうね。いつもラジオ楽しく聞いています。いや、僕決めたわけじゃないからさ。先日、ジョイマモの方で、ライブツアー、ジェネライティングの、Fight for Love ダンス振り付け動画が配信されましたね。見た瞬間に、応援団長、マモに爆笑からの、応援団、チームマモダンサーズにも爆笑。そこからの振り付けが、まあ、なんと可愛すぎて、寝転んで見ていたけど、寝転んで見ていたんかい。驚きないでも寝転んで見ていたけど猛スピードで立ち上がりましたと。からの、曲に合わせてのダンス、あわあわしながらもなんとかダンスについていきました。これをツアーでみんなで踊るのが楽しみです。最後に質問なんですが、このFight for Loveを踊るときに大事なことって何ですか。ツアーまでにキレッキレに可愛く踊れるように頑張ります。嬉しい。いや、今回はね、大事なことはね、恋愛応援ソングのFight for Loveなのでね、まあ安易に応援団にしたんですけど、その応援する気持ちみたいなものをね、思いっきり込めて、フレーフレーってね、ドドドンドドドンドドドドドンってね、踊ってほしいんですけど、はい。そう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 。フレフレみたいな振り付けがついてるんですよ。見てもね、いただきたいなと思ってるんですけどね。ムービーの方ね。で、でもちょっとね、難しいかなって思って。あとでちょっと柴田さんで試そうかな。
島津さんができるかできないかでその難易度がわかるっていう。あ、ダメかもしれない。フレーフレーっつって、前、横って手を振るんですよ。まあ今ラジオだから分かりづらいかもしれないけど。で、前、横って教えてたのに、ずーっと横に振ってたからね。島田さん。で、堂々ドンって337拍子っぽいこと、224拍子なんだけど、堂々ドンってやった時に椅子にガンって手ぶつかれて、もうダメだと思って。あ、ダメかもって思って。でもそれは、もしかしたら、柴田さんのポテンシャルなのかもしれないと思って。みんな一生懸命覚えてくださいね。で、ポイントは、結構ね、だから、応援団の振り付けだから、大振りなんですよ。手をビーンって前に出したり、ビーンって横に大きく広げたり、つって。だからね、もしかしたら、ライブ中では、周りのお客さんの迷惑になってしまう可能性があるので、一応、コンパクトバージョンっていう、バージョンで、マモは、そのムービーの中で踊ってるので、それも参考にしてみてください。ライブの時はちょっとコンパクトに踊ってみたり。まあ、でも、正規の振り付けは、大きく踊るのが、正しいやり方なので、周りの人と相談しながら、大きく踊ろうよって、そうだねって、隣の人とね、交渉しながら、楽しんでほしいななんて思っていますが、はーい。はい。次はどうしようかな。あ、そう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 。なんかね、急に角度の変わったメールに行くんだけど、そのファイトフォーラブの今話したじゃない？で、今回その振付曲も Fight for Love だから、結構フィーチャーされてるじゃないですか、この曲が。だからなのかわかんないけど、恋バナ多くて、メールでね、最近。いいんだよね、恋バナ。行ってみる？あ、この子テンション高いな。よし、頑張ろう。俺が読むの頑張ろう。ラジスマネーム、チャンミオさんからいただきました。宮野さん、本当なんだよこれ。俺がなんかさ、ちょっと脚色してみたいになってるけど違うからね、本当だからね。マモバは聞いてください。私に青春が舞い降りてきたんです。これはやばいですぞ。キュンキュンするかもよ、これ。もしかして。舞い降りてきた。どういうことかというとですね。てんてんてん。先日、クラスの女子たちに、サッカー部の試合の応援へ行こうと誘われたんですよ。女子同士でそういうの言うんだ。ちょっと、サッカー部の試合あるから、行かない？あ、いいよーなんて、誰々くんが出る。そうなんだよーみたいな。暇だったので、一緒に行くことにしたんです。この子はちょっとまだ冷めてたんだね。暇だったから、まあいいよーみたいな。私、サッカーのルールとかあまり知らなくて、ボール蹴ってシュートするだけかなって思ってた。言い方まあね、まあ細かいルールは難しいからね、ボール蹴ってシュートするだけかなって思ってたらいろいろ難しくて、けど試合見ててすごく面白くて、ありがとうちゃんみお、サッカーの面白さ分かってくれて、スポーツでこんなに興奮したのは初めてでした。だってでですね、本題に入りますと、試合で私の学校のサッカー部が勝ったんですよ。そしたら、これ俺読めるかな？上手に読めるかな？そしたら、試合終わってすぐに、普通に仲のいい友達が、普通に仲のいい友達が、駆け寄ってきて、ずっと好きだったって言われたんです。青春、本当だ、青春舞い降りてる。びっくりしました。だって実は前々からその人のこと気になっていて。気になってたんじゃねえかよ、普通に仲のいいとか言っときながら。何これ、漫画の世界
と内心嬉しかったのもあり、驚きもありました。みんなと別れてから LINE 電話が来て、私の名前を言って、何々がよかったら、俺と付き合ってほしい、と言われました。もうびっくりしすぎて、携帯落としちゃいました。わらわらわら。ということで、15年生きて初の彼氏ができました。よっしゃ来たーって言ってる。うわーって言ってるんだけど、テンション高えな。もっと塩らしく言ってんのかと思ったら、よっしゃ来たー、うわったー。家に帰ってから仲のいいお姉さん、マモクラさんにご報告したら、自分のことのように喜んでくれてすごくほっこりしました。そしてもちろんすぐにファイトフォーラブを聞きました。君が振り返ればいつもここにいるからさあ行け。で、ボロボロ涙が出てきそうで、こらえるの頑張りました。だって、応援してるよ俺は。告白を受け入れたものの思い切って自分の気持ちもしっかり伝えました。ただ好きだけじゃなくて、ちゃんと本当は前から気になってた、としっかり伝えました。そしたら相手も喜んでくれて、伝えたいことをしっかりと伝えられてよかったなって思いました。これも宮野さんの歌声が背中を押してくれたからです。だって俺、よかった、なんか俺がなんか。ああ、よかった。これから仲良くやっていきます、だって。いつか宮野さんのライブに一緒に参加したいです、だって。一緒に来てよ、この青春真っ盛りのこの二人。いいな、おい。ずっと好きだった。駆け寄ってきてたよ。俺、勝ったら、もし勝ったら告白しようと思ってんだ。だから、頼む。あいつのことを呼んでくれないかなって女友達に言ってたんだよ、こいつ。いいよ、いいよ。私たち応援するから。絶対何々ちゃん呼んでいくから。あ、わかった。俺絶対勝つ。ピー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 。何々高校の勝ちです。どうしたんだろう、急にあの子駆け寄ってきて、何もういいって。ちょっともうちょっとやりたかったけど、もう柴田さんから巻きがうんざりとした顔が。はーい。やめまーす。アメージングのお話、こちらすごいんだよ。色紙でね、イラスト描いてきてくれたんだけどね、バレンタインキスキスの。すげえ上手だの、すげえ可愛いの、これ。まさこ、あつこ、二度目ましてだって。二度目まして。マモバンは、でかい手紙で失礼しますと。いいえ。とうとう11月に入りましたね、ということは、しゅんこ。アメージングの発売が迫ってきましたね。アメージングが姉と私の初マモライブ、参戦だったのもあり、早くあの時の瞬子じゃなくて、早くあの時の感動を、夢のようなステージを、何度でも瞬子を、あれデジャブ、何度でもマモをアメージングしたいです。いや、お前瞬子みたいだろ。瞬子ファン、マジか、すごい。23日から始まるライブツアージェネレーティングも、地元名古屋で姉と参戦しますと。今からとても楽しみにしています。どんどん寒くなるので体調には気をつけて、ジェネレーティングの幕を開けてください。それでは。瞬子ファンやないかい。いや、でもすごい上手に似てる気がする。瞬子ちょっと怖い。目とか超可愛いんだけど、顎青い。上手。はい、そんな中リクエストも来ておりまして、ももラジネーム、やべじてキーポーマーユさん、マーユからいただきました。マモちゃん、マモマンはです。曲のリクエストをしたいです。よろしければ私のリスペクトしてです、崇拝してやまないマジックをお願いしたいです。来週いよいよアメージングのブルーレイ&DVD が発売されますね。そしてアメージングのトレーラーとマジックとブレイキットのフル映像が公開されましたね。まあなんといってもマジックがやばい、あの腰振り。そこ
最高です。だって、そこマジックから始まったアメージングのあの興奮をもう一度お願いします。だって。なるほど。それでは聞いて。ねえ、あのね、紹介したいのいっぱいあるのでね、まだ時間があるならもう一枚行きたいな。ラジオネーム、ミーさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは、宮野さん。こんばんは。いつも楽しくたくさん笑いながら拝聴させてもらっています。ありがとう。私の家はお母さんもお父さんも共働きで、お母さんがよく遅く帰ってきます。そのため、あんまり家で夕飯を食べたりしません。うん。高校3年生ですが、私も作りません。断言しの、断言の仕方が潔い。作りません。外食がほとんどです。私はお父さんと仲がいいです。よくお父さんと車で夕飯を食べに行きます。いいじゃない。そんな私の今週の夕飯事情ですが、月曜日に丸亀製麺に行きました。火曜日は宮野さんならわかると思うのですが、山田うどんに行きました。水曜日はおにぎりでしたが、木曜日はまた山田うどんに行きました。金曜日はラーメンを食べました。お気づきかと思いますが、麺類多すぎませんか私。俺に問いかけてんの。そして、麺類が多すぎることに気づいたのは、今日の土曜日の夕飯です。うどんが食べたいなと思いました。好きやな。結局夕飯はチンジャオロースでした。食ってない、食ってない、食ってないって言っちゃった。あまりのことに結局食ってない。私の体はうどんでできている気がします。宮野さん、最近よくこれ食べてるなって思うことがありますか。あー面白かった。麺類食べすぎ。麺類っていうか、うどん食べすぎ。ああ、面白かった。うどん食べたいなって思ったことにで気づいたんだね。私が麺類を多すぎることに。だから一応チンジャオロースにしたんだね。麺みたいな肉食ってんじゃねえ。細切り。ピーマンと豚肉の細切り食ってんじゃねえよ。牛肉か。まあ、どっちでもいいけど。牛肉か。あ細いものに目がないのかな。だとしたら一回おにぎり挟んでんじゃねえよ。ああ、ありがとう、みーちゃん。すごい楽しかったです。宮野さんは最近よくヨーグルトを飲んでいます。以上、メールありがとうございました。君はキングレコードの提供でお送りしました。